喋ればアスペ、黙ればコミッション、慌てる姿はパニック障害。いや、おはようございます。発達障害当事者のタヒヌちゃんです。おはようございます。中です。はい、今日もね、ちょっといろいろ言いたいことがありましたので身文字にて失礼しやんす。はい、なんかさ、タヒヌちゃんはね、こう見えて労働してるんですよ。労働、日々まあ皆さんも労働してされてるかと思うんですけれども、まあ、タヒルちゃんの、まあ、労働内容っていうのは、いわゆるパソコンのテクニカルサポートってやつなのね。トラブルシューティング、パソコンとかでなんかお困りの人を慈悲の心で救って差し上げる的な、まあ、うん、労働してるんだけど、なんかさ、今日さ、すっごいさ、いけすかないって言っちゃいけないけど、ちょっとね、っていう方がいたんですよ。なんかね、なんて言えばいいんだろう、ちょっと今ね、言葉を選ぼうとしてるけど、すごく難しいんだけど、お年をね、割と召されているんだけれども、ミセスって呼んでしまってはちょっと失礼に当たるかな、多分この人独身だろうなっていうおばさまで、なんかね、その人の、まあ、お困りごとっていうのが、まあ、そのメールのソフトでね、アウトルックってものがあるんですよ。その Windows とかを出しているマイクロソフトが、あ、その Word とか Excel とか分かるでしょ、皆さんも。 Word とか Excel、 PowerPoint とかさ、それとともにパッケージになっている Office って呼ばれているアプリケーションのメールのソフト、 Outlook ってものがあるのね。で、その Outlook ってなんか非常に厄介で、Outlook を使ってる人から Outlook を使ってない人にメールを送ると、たまに変なね、テープファイルがね、こうついちゃうことがあるので、そういうのに疎い人はね、びっくりしちゃうわけよ。開けないテープファイルが送られてきて、これはウイルスじゃないかみたいな。で、今日その救いの手を差し伸べましたたゆみちゃんのお相手さんは、そのお客さんにメールを送ったら、なんか変な開けない添付ファイルが来てるって切れられたって言って、困ってるんですって来たのね。今ちょっとなんか引っかかんなかった、みんな困ってるんです。っていうおばさま、うん、で、まあこう、なんだろう、正直さ、たゆるちゃんってさ、まあセクシャリティもさ、ジェンダーもさ、いわゆるストレートではないわけよ。でね、たまにいるんだよね、たまに。よく、まあ東京都23区の割といいところに住んでる、いまだにぶりっ子ババアってのがいて、で、もう説明したのよ。もうこれはしょうがないことなんですと。もうマイクロソフトがもう未だに直すことのできないバグなんですと、うん、そのマイクロソフトのアウトルックから、アウトルックを使ってない人にメールを送るとよくわかんないテープファイルがついちゃうっていう問題は、もうこれはもう何、もう伝統みたいな感じなの、直んないの。だ、もう対処法としてはもうアウトルックなんか使うなって、もうそれしかないわけで、一応できる限りのことはしたよ。なるだけそういうのがつかないようにっていうのをやったけど、そのぶりっ子おばさまがね、なんかどうにかしてできませんかみたいなこと言うわけ。
で、もうそれはもうなんかできませんかとかじゃなくってみたいな、もう仕様みたいなもんなんでって話をしてるわけ。もうタヒミちゃんなんかどうしようもないの、もう何マイクロソフトがどうにかしてくれなきゃいけない問題だからこれは。なのにさ、もうそれでなんていうかね、もう疲れちゃったなんつうの、ぶりっこおばさまはさ、なんかこう猫なで声みたいなのを出せば何でもどうにかなると思ってんのか知んないけど、ずっとどうにかなりませんかとかって言ってくるわけだけど、どうにもなんないからっつってどうにもなんないの、そんなの。それでさ、まあいろいろやってたらさ、そのねおばさまのインターネット環境が非常によろしくなくて、であとマシンがすごいクソだったんだけど、もう何固まるの、パソコンがすぐフリーズするわけで、もうデスクトップとかにさ、めっちゃもういろんなファイルとか置きまくってて、もう劣悪最悪な環境だったわけよ。いやいや、もう猫なでが出す前にデスクトップ整理しろやって感じだったんだけど、でさ、なんかフリーズしてフリーズしてフリーズして、ついにタヒミちゃんとのリモートがね切断されてしまったわけよ。でもうしょうがないから、もう口頭でこうしてください、ああしてくださいって、あそこになんかありますか、ああでこうでこうでこう説明してってやってたんだけど、結局そのねアウトルックからアウトルックじゃないメールのソフトを使っている人にメールを送ると変な添付ファイルがついてしまうという問題は解消できなかったの、うん、まあいろいろやり方はあるんだけど、一通りやったけどダメだったから、もうこれはしょうがないですって言って、もう何フィックスだったんだけど、したらさ、しまいにはねアウトルックが起動しなくなったの。ただなんて言ってきたと思う、さっき困ってましたって言いましたけど、さっきより困っちゃいましたって言ってくんの、はぁーとかって思って、何ってどうにかしてってさ泣きついてきたくせにさ、こっちがなんかいろいろやってもう最善の手を尽くした、でそれとはまた別の話なのにアウトルックが起動しなくなっちゃったのは、困っちゃいました困ったって言った時より今の方が困っちゃいましたって超連発してくんの。もうさ、昨日も話したけどさ、何回も何回も同じこと繰り返してなんか言ってくるバカ、なんなのマジではぁ、あ、うっせえよって思っちゃう。もうマジもう意味わかんない、何回も何回も同じこと言ってくるマンの正体何、一体みんな教えて、本当にもうそれですっごい腹が立ってさ、いやーなんででしょうね、なんでこうなっちゃいましたかねとか言ったらさそれ聞きたいの私の方なんですけど、困ってるの私なんですけどとかって言われたの。はぁ困ってるのこっちだわって思ったタヒミちゃんでございました。今日も安らかな眠りを、おやすみ。